尾野東風尾野東風は、平安時代前期から中期にかけての貴族、農書家。三に、尾野高村の孫で、大宰大に、尾野久ず元の三男。かには、正洋にした内蔵頭。それまでの中国的な書風から脱皮して、和洋書道の基礎を築いた人物と評されている。あとに、藤原助政と藤原光勢と合わせて、三跡と称され、その書籍は、野籍と呼ばれる。 終わり国上城の出身とする説がある。史実としては確認できない。あくまで伝承の類いであるが、18世紀にはすでに、この説が広まっていた。東風は、中塚佐将に属する庄内記という役職にあり、宮中で用いる屏風に文字を書いたり、公文書の清書をしたりするのがその職務であった。農書としての道風の名声は生存当時から高く、当時の宮廷や貴族の間では、 大義氏の再生ともてはやされた。源氏物語では、道風の書を表して、今風で、美しく、目にまばゆく見えると言っている。没後、その評価はますます高まり、書道の神として祀られるに至っている。一方で気象が激しく、空海筆の額体を批判したなどという不評も同時に、伝わっており、晩年は大変健康を壊し、随分苦しんだという。 日付イコール旧歴堂風の作品は、有婚法令、音楽で優れ、創書は爽快で絶妙を極め、その筆跡を、のせきという、第五天皇は深くその書を愛好され、第五次の坊や行創法上各一巻を書かせた。師匠第四死亡直書、平風土台、玉泉町次郎氏文集を開行創の各書体で記号したもので、八史を一巻として、巻き、 第五十三の歌六種分が現存する。ちょうど二種分ずつ、会、行、宋の順に、超巻きされるが、六六二年の伏見の宮貞だ厚新能の式後によれば、当時すでに、会書二種、行書二種、宋書二種という現在の形であったことがわかる。漢票三年、小宋図方言を将くらいで錆びした、延暦寺、第五世左縁鎮が、三十六年後の延長を5年。 法院大を正位を賜り、師匠大師と送りなされた時の直書である。文は、式部、大輔藤原白文の線、同風34歳の書で、愛の男子に行奏を交えて太い弾力性のある文字である。土台とは、下書きの意で、代理に飾る屏風に記号する漢詞の下書きである。延長6年11月、東風が直名を報じて、 宮中の屏風に書いた時の下書きで、大江安摩が作ったりし発紙と、ゼック三種が書かれている。署名はないがその奥書きに、平安時代末期の農書家で鑑識に長じていた、藤原定信が、同風35歳の書であることを交渉しているので、親戚として確実である。巻子本の行書の主観で、漁師は構造紙である。ところに祭事を、傍書しているのは、 その事態を工夫して様々に改めたことを示している。諸風は法令で、温は総長、出力がみなぎり有用としている。白紙文集の死を東風が、今日に常じて書いた巻き小本で、漢渉が玉線南缶花きっかいの句で始まるのでこの名がある。開業層を取り混ぜ、文字も大小筆層で変化に挑む。古来、東風を伝承筆者とするが、疑問視されている物のずん昭安色紙。 マス色紙と共に三色紙と言われ、金子筆中でも最高のものと言われる。色紙型の漁師二葉を継ぎ合わせたものに、古家一種をチラシ書きしたのでこの名がある。紫、藍、赤、緑などに染めた鳥の子紙に、白も交えた鉄蝶本の断冠である。暗クハきのの書き出しによりこの名がある。総ず随一の名品であり、ひらがなへ変遷する過渡期のものとして、 大変貴重である。十世紀末頃の作とされている。小野豆腐と河津豆腐が自分の才能を悩んで書道を諦めかけていた時のことである。ある雨の日のこと、豆腐が散歩に出かけると、柳に川津が飛びつこうと繰り返し飛び跳ねている姿を見た。豆腐は、柳は離れたところにある。川津は柳に飛びつけるわけがないと思っていた。すると、 たまたま吹いた風が柳をしならせ、河津はうまく飛び移った。東風は、自分はこの河津の努力をしていないと目を覚まして、書道をやり直すきっかけを得たという。ただし、この逸話は史実かどうか不明で、広まったのは、江戸時代中期の浄瑠璃、小野東風青柳すずりからと見られる。その後、第二次世界大戦以前の日本の国定教科書にも、この逸話が載せられ、多くの人に広まった。 戦後の道徳の教科書にも採用されている。そんなわけで戦前では知っているのが当たり前というほどの有名人であった。この逸話は多くの絵画の題材とされ、花札の札の一つである、柳に小野東風の絵柄もこの逸話を題材としている。また現在では、東名高速道路上でのカスガ市のカントリーサインの絵柄にこの絵が採用されている。 東風を祭神として祀る神社がいくつか存在する。ありがとうございます。